戦うラクダの図。1680年頃のムガル帝国で制作。フランス国立図書館所蔵ラクダ相撲あるいは、ラクダレスリングは、オスのトゥルの間で戦われるスポーツである。主に、トルコで行われる。ラクダ相撲の起源は、2400年以上前の古代、トルコの部族にある。ラクダは野生でもお互いに戦うため、遊牧民によって組織的に、 ラクダ相撲が行われる前からその原型は存在した。1850年代にあるアメリカ軍の士官がトルコのラクダ相撲の人気に触発されてテキサスでラクダ相撲の大会を開催した。しかし、1861年に起きた南北戦争のせいもあって彼の試みは成功はしなかった。1920年代トルコ国立航空連盟は トルコ政府用航空機を購入する資金の調達のためにラクダ相撲を開催した。しかし、1920年代よりトルコ政府はラクダ相撲をあまりにも時代遅れなものと捉え、非推奨とする方針を取り始めた。1980年代にトルコの新しい政府はこの競技をトルコの歴史文化の一部として奨励することとした。ラクダ相撲は ラホールの牛馬賞における人気のある催しである。しかし、1961年にエリザベス2世がラホールを訪れた際には、ラクダ相撲はプログラムから外された。女王に見せるには、あまりにも過激なものだとみなされたからである。ラクダ相撲の祭りの広告版。近くにいる、メスのラクダの存在が、ラクダ相撲の動機好きになる。そのため、ラクダ相撲は、 歴史的に発情期に行われてきた。もっとも、暴力性が増すため、動機付けのために近くにメスのラクダを置くことは、近年はあまり行われない。メスのラクダなしに、オスのラクダ同士を戦わせることは難しい。そこで、主催者は、オスのラクダたちを絡ませたり、植えさせたりすることで、競技により、積極的にさせる。ラクダは相手を倒すために、首を、手ことして利用する。 対戦相手が地面に倒れるか、戦いから逃げた場合、ラクダは勝者とされる。ほとんどの競技用のラクダは、イランやアフガニスタンで育てられる。オスのラクダは10歳になるとラクダ相撲を始め、中には10年以上、戦い続けるラクダもいる。ラクダの所有者は、しばしば政治家や世界の指導者にちなんで、ラクダに名前をつける。 ラクダはしばしば装飾された絨毯や彫刻された蔵、そして鈴を身につける。ラクダ相撲には、ラクダの間での美しさを競うという側面もある。ラクダを使う見せ物は、サウジアラビアでも人気であり、しばしばセリダを伴う。このイベントでは、しばしばフルートやドラムが演奏される。ラクダの肉が観客に振る舞われることもある。2011年現在、 トルコには2000頭のラクダ相撲用のラクダがいて、競技用に特化して育てられている。高成績のラクダは2万ドル以上の値段で売られることもある。ラクダが人混みを通って逃げようとした場合、ラクダ相撲は観客にとって危険になることもある。ラクダの唾も危険なものである。時として、ラクダのオーナー同士で喧嘩が起きることもある。トルコのエーゲ海地方では、これまでに 約30回の年次祭が行われており、毎年11月から3月にかけて開催されている。約100頭の競技用のラクダが、これらの祭りに参加し、各ラクダがおよそ10回の試合を戦う。ラクダ相撲は、日曜日にサッカースタジアムで行われ、典型的には各試合ごとに10分ほど続く。祭りの時期の終わりには、しばしば最も優れた。 ラクダ同士が戦う決勝トーナメントが行われる。様々な国の観光客がこのイベントに参加していて、アナトリア西部の観光業の重要な一部となっている。このイベントは、本物のトルコ文化の一部だとみなされるため、多くの観光客がこのイベントに引き付けられる。ラクダ相撲は、観光業上の価値があることに加えて、トルコ西部の農村部の住民の間で、 最も人気のある娯楽の種類の一つでもある。なお、複数の動物愛護団体が、ラクダ相撲を動物虐待と位置づけて批判している。ありがとうございます。